か、イングランド代表のグリーリッシュ落選2本目。カイル・ウォーカーは、ジャック・グリーリッシュが今シーズンの失望的パフォーマンスの後、イングランド代表から外されたことに驚かなかったと認めました。なぜなら代表は実力で選ばれるものだからと。カイル・ウォーカーはこの質問にうまく答えたと思う。他の答え方をすると、代わりに代表に選ばれた選手たちを貶める可能性があるし、彼自身の代表入りについて尋ねられたわけではないので、それについても触れる必要もなかった。正しい回答だと思うよ。本物のキャプテンだね。彼はグリーリッシュが自分の行動を改めないと、デレアリのようになってしまうと理解してる。残酷な答えのようだけど、他の選手と比較してグリーリッシュが劣ってるのはみんな気づいてるよね。ごまかさず実力主義だと言ったのはむしろ彼の優しさだ。ウォーカーのことは大好きですが、自分自身も今シーズンはこれまでで最悪のシーズンを送り、何度も試合を落とす原因になったことを考えると、ちょっと厚かましい発言ですね。確かに、カイル・ウォーカーはグリーリッシュについてこういうのにふさわしい人物ですね。彼らはチームメイトであり、ウォーカー自身もパーティーボーイとして知られていますが、トレーニングや試合になると、常に最低でも10点中7点のパフォーマンスを見せてくれます。絆があるからこそできる主張。サウスゲートに行ってみてください。